どうも実様です。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうも実様です。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、ガンダムとエールストライクガンダムに修正が入ったのでガンダムに乗ってみようと思うんですが、ちょっとね、敵さんがねずっと戦友チーム続いてたんで、ちょっとまともに試合ができなかったんで、実様が逆に友達にお願いしてしまいましたということで、他の4名様はね、実様のお友達です。はいということでね、ガンダムなんですけども、味方がちょっと安心して、背中預けれるんで、前出てじっとしておりましょう。ガンダムねなんですけども、ちょっと演習場、もしやった演習場にいた感じだと格闘攻撃がなんか速くなったような気はするですね。あとね、ハイパーハンマーの威力が上がったりとか、まあ挙動面が修正されましたけども、ゲルググの方が強いんじゃねえかなっていう気がしますね。痛っていう感じがします。はい、ういよ、おー、ナイス。はい、さあ、さらに前線出ましょうか。よいしょ。さあ、ちょっと前の方でこういうおとりをね、ガンダムでやるのは間違えてる気がするんですけども、まあこうなることは一応覚悟はしてたんで、ちょっと青振りっていうね、珍しいビーム体勢になってますね。はい、割と硬い方なのかな。はい、ミサイル当たると全然関係ないですが、いいね。はい、さあ、はい、味方押し上げてきてくれましたね。まずか。マスター、マスターね、マスターガンダムのイベントも今日から始まっております。このマスター確か800コストだったんで、レベル4かな？色変わってなさそうだったし。はい。マスターガンダムね、格闘技の中でも非常に強いんでね、皆さんもぜひゲットしてほしいと思います。はい。ヒサマンもね、取りたいですね。よし！飛んだ！はい、ハイパーハンマーね、威力上がったし、もともとね、隙も少なくて、怪しい当たり判定を持ってますんでね。はい、こんな感じでね、うい、よし、バズーカもちょっと怪しい動きしますけども、まあシナンジュほどじゃないのかなと。格闘が、うい、うい、ほら出が早い気がしません？うう、あ、やべ、試合終わっちゃうちょっと危ねえ。ちょっと戦友の力を使ってしまってるんで、はい、ラストシューティングちゃうわ。はい、何？背面打ち、ニュータイプ打ちかになっちゃいましたね。うん、ちょっと味方が強すぎた、しまったということでね、名前出していいんか分かんないですけどもね、ちょっと後で聞いてきます。はい、もしね名前出てたらね、ここにいる人たちね、結構危険なんでね、ぜひともね挑戦していってほしいかなと思います。実様はね、雑魚いんで、あまりね、ガンガン攻めてきてほしくはないですけどもね。ということでね、ガンダムでした。まあコスト戦とか出すのは厳しいかなと。ガンダムとゲルググどっちがいいですかって言われたら、おそらくゲルググの方がいいかなっていう感じがしますね。ガンタンクの方が多分強いです。はい、ということでね、ガンダムでした。基本的な武装が揃ってるんで、基本を身につけるには非常にいい機体だとは思います。はい。これから始められる方もね、作って損はないとは思います。はい。ということでね、ちょっと、相手のチームには申し訳なかった気がしますけども、はい。ガンダムでした。ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、最後まで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。